お疲れ様です。今日は、はい、イオミックの、はい、東京の営業所にお邪魔しています。はい。で、イオミックの永田さんです。永田と申します。よろしくお願いします。で、はい、私、まあ、イオミックのグリップも使って長いんですけれども、はい、なんせゴルフのことが大好きなんですけど、はい、あんまり物について詳しくなくて、はい、今回はちょっとせっかくグリップをつけてもらうということで、はい、ちょっといろいろ聞いていきます。はい、私にできることでしたら、まあよく周りの友達かも言われるのが、まあ、いつ交換していいか分かんない、グリップの交換の目安、交換の目安、はい、簡単なのは、ゴムってどういうものかを想像してもらうと、うん、例えば輪ゴム、輪ゴム今にポイって置きますよね、はい、半年ぐらいしたらなんかやばいことなんですね、はい、伸びずにプチッと切れちゃいますね、はい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 、ゴムでできてるもんなので皆さんのグリップにも同じことが起きてる。輪ゴムは小さいので半年ぐらいでダメになっちゃいますけど、まあグリップぐらい大きいと1年に1回ぐらい1年に1回ぐらい、はい、ただ車のタイヤと一緒で走った分だけは摩耗していくので、はい、表面のデコボコとか滑り止めになってる部分っていうのが形成がなくなってくるので、そこが減ってきたらお取り替えのタイミング。じゃあラウンド数にも結構よるかなみたいな。そうですね、ラウンドでいうと20回から30回するとそれに伴う練習量もあるので、うんうんうん、そうすると交換時期ぐらいになってくる。そうなんですね、はい、プロとかだとどれぐらいのペースで交換されるんですか。一概には言えないんですけども、ある女子プロだと丸2年間交換しなかった選手もいるんです。それはもちろんお手入れが伴ってっていうことなんですけども、あとはプロの選手の場合ちょっとギアのテストがあるので、テストのためにちょっとグリップが必要になってくるっていうのもあるんですけど、普通に使ってれば半年、3ヶ月から半年ぐらいで。じゃああとイオミックさんは今扱ってるグリップの種類、はい、っていうのは大体カラーと硬さを省かせていただいて約30種類ちょっと、あとパターグリップ、意外にパターグリップもある。はい、そうです。30種類に硬さとカラーがだいたい 4、5色ありますもんね。そうですね、だいたい平均して5色ずつぐらいはお作りしてます。かなり多いですね。かなり多いです。イオミックのグリップって言ったら、はい、まあ、他とはこういうとこが違うんだよみたいなとかってあったりしますか。材料をエラストマーで作った初めてのメーカーなんですけども、先ほどお話ししたようなゴムの劣化っていうのが極端に少ない素材で、作っているので、逆に言えば硬くなっていったりとかっていうのはないんですけども、使った分だけはずっと柔らかさを保っているので使った分摩耗はしますといった形です、うんうんうん、私もなんかずっと使ってるのはどっちかというと柔らかめのもの、はい、ソフトを使ってるんですけど、全然どんだけ使ってても硬いなっていうのはなくて、たまに友達とか見るとあれ指の形になってるって思うのとかあって、指の形がついてしまうっていうのは普通タイヤでもそうですけど、丸いからこそ燃費よく走れるんですけど、うん、どこか削れてしまってるとガタ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 して燃費が悪くなるのと一緒でゴルフのプレーにも影響してくる。へー、なので減ってきたら、まあ、交換時期、まあ、交換時期、はい、まあ、あとこういうお手入れ方法ありますよみたいなのあったりしますか。心さんが動画でやっていた修正洗剤で洗っていただくっていうのも一つの手ですし、はいはい、ホームセンターがあればですね、まあ、ことイオミックに関してはこういうパーツクリーナーっていうので、ザーッとグリップを拭いていただく、油分を取り除くクリーナーなんですけども、グリップの汚れっていうのが要は誰が汚いとかじゃなくて、みんな手から皮脂が出ると思うんですけども、それがついて古くなって黒ずんでくる、うんうん、っていうのが汚れなので、まあ、こういったものでパッと拭いていただくと、でイオミックの場合は水分を吸収しないので洗っていただいて拭き取るだけで、スタオルで拭き取ったらおしまいです。じゃあおしまい。へえ、そうなんです、ね。そうなんです。じゃあ早速、まあ、グリップ交換を今日は見せてもらおう。はい、よろしくお願いいたします。早速グリップをつけてもらおうと思います。はい。はい、今回ココロさんのお選びになったグリップがこれですね。スティッキー 2.3 のソフトフィーリング。はい。先ほどの説明のあったうちのグリップにはちょっと硬さが選べるっていう中での柔らかい方のグリップ、はい、で、ショップさんとかではよく縦に両面テープを巻いたり、うんうん、螺旋状に巻いたりっていうのがあるんですけど、うんうんうん、今回は、いつもイオミックでグリップ交換会でやっている方法でちょっとテープをぐるっと一周させる貼り方でやっていきたいと思います。一周させる、まずグリップの長さをバミっちゃいます、はい、バミるで、そのぐるっと一周っていうのがこの両面テープ、こう貼って全部、あ、なるほど、はい、
本当だ、一周した、はい、で隙間なく貼らせていただいて、はい、でお尻は取りさせていただきます。交換液、交換液、お、その中に入れるんですか。はい、この中に入れてですね、グリップの中の内側にその交換液が行き渡るように一度シェイクしていただいて、うん、でその液をそのままかけます。で滑りやすくなったところで刺していただいて、もともとここにバミってあったので、ここでぴったりグリップの長さがもともとの長さと変わらないように、ね、あ、なるほど。こういう感じで入れすぎちゃうと、入れすぎちゃうってことですか。ゴム製品なので、ゴム製品とかシリコン製品なので、うんうん、伸ばしきっちゃうともともとの機能が失われてしまうで、なるべくなら、元あった形のまま最後まで作業ができると、グリップは機能を100点満点の機能を果たすという形ですね。エンド側だけしっかり入れとかないと、よく外れちゃったりとか。あ、そんなことあるんですか。はい、があるので、エンド側だけはしっかりはまってることを確認していただいて、交換液がはみ出た部分をちょっと拭いてあげて、うん、なるってことか。ちなみによく何枚巻きとかいうやつあるじゃないですか、はい、あれは なんでそういうのあるんですか。20巻きとか30巻きっていうのはグリップを太くしたい方、うんうんうん、で、先ほど申し上げた通り、イオミックには30種類ぐらいのグリップがあるんですけども、最初からグリップで太く しているものですとか細くしているものがあるので、まあ、例えばそのショップさんごとにやり方が違ってとか使ってるテープが違って太さが異なってしまうんですよね。僕20巻きなんだって A 点でやったのものと B 点でやったもので太さが異なってしまう可能性もあるんですけども、イオミックに関しては、必ず2.3 サイズとか 1.8 サイズっていうのがサイズ分けしてあるので、うんうんうん、どこで刺しても同じ太さのグリップになるように作られています。おお、なるほど。あっという間、ありがとうございます、はい、じゃあどんどんやっていく感じですね、はい、これで、はい、取る方をちょっと見たいと思います。私のはちょっ ついてなかったんで、これフリグリップです、はい、カッターですか。カッターです。グリップ専用のカッター。あ、専用なんですかこれ、はい、ここが丸まってるのでシャフトに傷がつかない。まず切り込みを入れて、でまず古いグリップを剥がしていきます、うんうん、あ、すると、はい、こういう風に古いテープがはいはいついてるのでかなり粘着してますね、はい、これを剥がすのがわ、これ大変そう、はい、でこうやってやると大変なので、はい、取れにくいということで、でヒートガンって言って、うんうん、まあ、あのドライヤーみたいな、ドライヤー、え、家だとドライヤーとかでいいんですか。ドライヤーでいいです。ドライヤーで必要以上に温めてください。ヒートガンはもうタバコに火がつくぐらいのやつなので、これをやると、まあ、さっきよりは全然、お、全然一本一本が剥がれやすくなるので、すごい。原理的にはお子さんがいる方だったら分かるんですけど、絨毯についたガムをドライヤーで温めて取るみたいな。分かりやすい、はい、あっという間、はい、でこれをさっき言ったみたいに表面粘着とかがまだ残ってると思うので、あ、これでもまだ綺麗に見えるけど粘着物がついてるんですね。綺麗に拭き取ってあげて、うんうん、元の重量に戻してあげる。へえ。ちなみに、はい、いろんな選手のグリップ刺してると思うんですけど、はい、全部手作業なんですか。全部手作業です。ですよね、はい、なんかスポンスポンソンっていうなんかね、そういう機械とかあるのかな。そうですね、工場みたいなところでも、うん、結局グリップはどこのメーカーさんも多分手作業で、手作業ですよね、はい、せっかくなんで何色か刺してみますか。え、私、はい、初めて怖い。まずこの、あ、このテープでグリップの長さで場所を、はい、で今度は右前方にある両面テープ、はい、ずっともう少しですね、ここか、はい、ここにして、はい、あ、ちょっと伸ばすぎました。いや大丈夫です、もう少し取っちゃっても大丈夫。もう取っても大丈夫か、はい、はい、あ、すごい、もうすでに両面テープだ。そうなんです、
剥がれてるんです。剥がれてるんですね、はい、見ていただいて。これでも真ん中にやんないと大変なことになるとかありますか？大丈夫です。大丈夫ですか？ぐるっと一周しちゃうので。意外になんか空気とか入んないんですね。入んないです。合ってます？大丈夫です。片方ずついった方がいいですね。片方ずつ重なる部分があるので。あ、重なるんですか、はい、あ、なんか微妙、なんか微妙です。なんか微妙です。すごくなんかシワがいっぱい寄っている。え、なんかポコポコしてます。はい、ポコポコするとあまり良くないです。めっちゃポコポコしてます。これじゃあむずテイク2にしてみます。そうですね。ちょっとこれちょっともう商品としては NG ですよね。そうですね、はい、テイク2。いや、むずかった。ちょこれで、はい、あ、大丈夫です。反対側を使って大丈夫です。もう斜め、もうダメだね、私、はい、向いてないですね。大丈夫です。空気が入らないように片方ずつ強く引っ張って、引っ張る、はい、引っ張りながら貼っていく。どう、そうです。あ、ちょっとでも確かに良くなったかも、はい、さっきより。これも刺してみましょう。はい、エンドキャップは必ずまっすぐに入る。できました。はい、じゃあこちらに、はい、腰に穴が開いてますので。開いてます。左手の指で押さえていただいて。押さえました。はい、で、この液を、はい、で、反対側も押さえていただいて。浸透してるのかな、はい。液を浸透したかな。浸透してます。大丈夫ですか？液をちょっとずつ前から後ろの方にズズズッとかけていただいて。あ、出ちゃった。ここ押さえたままですね。ティッシュ。あー、もうなんかトンチンカン。トンチンカン。このたくさんかけたら、じゃあ一気にそういう口からこう、はい、あ、少し下からグッと入れると。下からグッと。え、これ向き合ってます？はい、大丈夫です。はい、でずっとすぐ入れないと多分そういうことになります。全然入んない、全然入んない。ご家庭でこうなってる方がたくさんいると思います。何ですかこれ。え、これでも伸びちゃうってことですか？そうです。そうやって伸び縮みしちゃうんで、さっきみたいにスパッと入れちゃわないとグリップの機能。いやー、むずい。これみんな家でやるもんじゃないですか。お店に持っていきましょう。すごい。で、私は1本鍋にしてしまう。大丈夫です。後で抜いておきます。手を拭いて、これで拭いてから手洗いしたほうがいい。なんでですか？あの、乾いてくるとベタベタするので、新しいやつで拭き取ったほうがいい。ちゃんと永田さんが綺麗に直してくれてます。私はもう断念しましたので。あれ、全然違う。あれ、そんな方に入んないよ。6年やってるんで。いやー、すごい。これはね、コーチンとね、ちゃんと皆さんのメーカーの人に頼んでやってもらうのが一番です。え、もう乾くのめちゃくちゃ早くないですか？一応、ツアーサービスで使っている交換液なので、はい、大体20分ぐらい、はい、まあ暖かい時で、で冬でも30分ぐらいで乾くような交換液です。なるほど、はい、じゃあもう30分経ったら打っていいんですか？そうです。だから心さんこれ持って2、30分ドライブしてから練習場行けば打つことできます。すごい。そのツアー用っていう液体はなんかちょっと違うんですか？ちょっと、そうですね、あの普通のショップさんが使ってるホワイトガソリンとかよりはもう少し速乾性があるものを使ってるので。今のあれですね、サラサラの液体ですね。サラサラの液体です、はい。皆さんあれベトベトの液体だと思ってると思うんですけど、めっちゃサラサラです。めっちゃサラサラ。なんもないです、もうあんないっぱい触ったのに。はい、今日はありがとうございます、はい、ありがとうございます。本当にあのやってみるのと見てるのと全然違いすぎて、もうこれはちゃんとコーチを払ってグリップ交換をしてもらおうと思いました、はい、今日は。全国のショップに置いてあるので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのイオミックのグリップ、自分に合ったものを皆さんも選んでつけてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。